ベローナ。ベローナは、イタリア共和国ベネト州西部にある都市で、その周辺地域を含む、人口、約25万人の基礎自治体、コムーネ、ベローナ県の県都である。町の中心部には古代ローマ時代の、円形競技場跡があり、町の象徴となっているほか、中世の街並みがよく残っており、2000年には、ベローナ市街として、ユネスコの世界遺産。 文化遺産に通された。シェイクスピアの儀曲、ベローナの二神誌、ロミオとジュリエットの舞台としても知られる。歯と発音される。日本語文献では、ベローナのほか、ベローナ、ベローナなどとも記される。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ベローナ県の中部に位置するアディジェ川沿いの都市である。マントバから北東へ 35km。 ビチェンツァから西南西へ 45km、ブレシアから西南西へ 61km、トレントから南南西へ 71km、州都ベネツィアから西へ 105km の距離にある。また、ガルダ湖の約 30km 東に位置する。隣接するコムーネは以下の通り。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に区分される。 降水量が多い季節は,は春から秋にかけてであるが、真夏に当たる7月は日照が多く降水量が少ない。イタリアの中では夏場は涼しい気候であるものの乾燥した暑さが続き摂氏30度を超える日も多い。冬は氷点下まで冷え込む日も多く、日照時間も少ないため比較的寒冷である。ベローナの歴史は戦士時代に遡る。 戦死時代末期にはすでに集落が作られていた。ラエティ人、エトルリア人、ガリア人、ローマ人と交流があったことが、出土品からわかっている。紀元前三世紀には、共和制ローマとの同盟関係に入った。ガリア人のローマへの信仰、カルタゴとのカンナへの戦いにおいては共に、ローマの同盟都市として、ローマ側で戦った。また、紀元前世紀のゲルマン人、テウクニ族や、 キンブリー族との戦いにも参加した。ベローナは、紀元前一世紀頃にはすでに共和制ローマの支配下にあり、紀元前49年にムニキピウムの都市格を得た。古代ローマの詩人、カトルス、八84年頃前五54年頃によれば、紀元前一世紀にラテン植民地の都市格を得ていたとする説もある。街の木軸通りのデクマヌス・マクシムス、元、 コースポルタ・ボーサリとカルド・マクシムス、ゲン・ビア・カパロの交点には市民の会所であるフォルム、ゲン・エルベ広場が都市の入り口にはボルサーリモンやレオーニモン等が作られ現在でも残っている。また、ポストミア街道に建てられていたガビモンは隣接地に移設され現在でその姿を止めている。基軸通りを中心に五番路目状に作られた街路は現在でも ベローナ旧市街の街路にその姿を見ることができる。その他に、円形闘技場、ローマ劇場などの機関施設が建てられた。アディジェ川の都下店であるベローナは、ローマと北方及び東方族州への連絡点として、ポストミア街道、クラウリア・アグスタ街道、ガリカ街道などのローマ街道が交わる、交通の要衝にあり、たびたび、ローマの覇権を争う、戦いの舞台となった。 例として、ウェスパシアヌスとウィテリウス、フィリップス・アラブスとデキウス、コンスタンティヌス・イセイとルリキウスがある。ベローナは、ガッディエヌス・ミカドによって築かれた城壁を持っており、ルリキウスはこれによって牢状したが、破れた。ガッディエヌス・ミカドは、ベローナを、コロニア・アウグスタ・ベローナのバガッディエニアナと解明した、ことが、外宣門等の秘文からわかっている。キリスト教の公認を、 ベローナはゆっくりとキリスト教に改修していった。その一方でたびたびアリウス派、シルミウスのフォティノス、エルイディウスなど主要内貫の影響を受けた。政党協議を維持したのはあの司教であった。5世紀にはベローナは東ローマ帝国の代わりに蛮族の支配者を持つことになった。403年、西モー都族の王アラリック一世はダルマティアからポーイゲンへ出て、 ベローナに立てこもった。これは、西ローマ帝国軍の司令官スティリコにより、撃退されたが、452年、軍属の王アッティラが50万の軍勢を率いて、破壊を行いながら、ベローナの近くまで来襲した。軍勢の移動は、教皇レオ一世と皇帝の施設により説得されて、止まった。これには、レオ一世の説得の言葉と多額の高能金がを、う、そうしたと考えられる。 帝国が東西に分裂した後、476年、豪都人のオドアケルに、西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥスは追放された。イタリア王を称したオドアケルは、ローマ式の統治を行い、社会は安定し、農業と経済に好影響を与えた。しかし、オドアケルの統治は、東豪都族の王テオドリックによって終わった。オドアケルは、ベローナを要塞化し、 ベローナでテオドリックと戦ったベローナの戦い。しかし敗れてラベンナへ敗走、後に殺害された。テオドリックはベローナに軍隊を集め、自らも好んで滞在した。このためベローナは事実上などの様相を見せた。テオドリックはまたゲルマン人の来航により破壊されたベローナの城壁を修した。東ローマ帝国に敗れ、東モト王国が滅びるとベローナは、 東ローマ帝国の半島に入ったが、その時期は短く、六世紀半ばに終わった。五百六十八年、ランゴバルト族の王、アルボイノは、ベローナ、ラベンナ、イタリアの他の都市に侵攻した。ランゴバルト族は、数年の間、町や教会を破壊し、略奪や殺戮を行ったが、キリスト教に改修して穏やかな態度を取るように、変化した。年、シャルルマーニュは、 ベローナでランゴバルトの最後の王、デジデリウスを破り、ランゴバルト王国を滅ぼした。後に、ベローナに葬られる、シャルル・マーニュの息子ピピンは、ベローナに発展の基盤をもたらすことになった。教会に寄進がなされ、記念のために、三世の聖堂が建てられた。カロリング朝の没落は、ベローナのヒイタリア人支配の時代の終わりの始まりを告げることになる。 ベローナは、バイエルン偏境博、ついで、ケルンテン返教博。ケルンテンは元オーストリア西部の領地になった。この時期、中世初期イタリアを代表する学者である司教、ラテリウスが、たびたび領主代理と死の関係が悪化するたびに、登場している。950年、ベローナ偏境博領が設けられ、サンボニフィチオ家が初めて資料に現れる。961年、 ドイツとイタリアが一つの王冠のもとに結ばれると、ベローナは三ゼの修道院長のもと、ドイツ人の王が滞在する唯一のイタリア都市となった。イタリア統治のための議会や協定が数々ベローナで行われた。1136年、ベローナは都市特許上を終え、コムーネとなった。封建時代のベローナは過当性を取り、 いくつかの有力な貴族によって統治されていた。13世紀には、神聖ローマ皇帝フリードリヒニセギの協力を得て、パドバ、ビジェンツァ、トレントを征服した。13世紀以降のローマ教皇と皇帝の争いでは、ベローナの支配者は外して皇帝派、ギベリンについた。ベローナの支配者は、スカリジェリケ、デッラスカラヤ、ビスコンティケ、パドバのカルダーラケと変わっていき、 ベローナの支配層の間には憎しみを帯びた熾烈な闘争があった。その模様はシェイクスピアの戯曲の中にも描かれている。パドバのカルダーラ家はベローナの同盟者の一人であったが、1402年にビスコンティが死ぬとベローナの支配権を手中に収めた。しかし三年後にはカルラーラ家は滅び、ベローナとパドバの両方を失うことになった。おそらくはカルダーラ家と共に、 ベローナを追った、闘争の時代は終わったのであろう。1405年にベローナは、ベネツィアの支配下に入った。ルネサンス期のベローナは商業また、文化の中心として発展した。この世紀における人口には、振幅が激しく、1511年に3万8千人だった。人口は1512年には2万5千人に、減少し、1526年には5万5千人に、 上るが1530年にはペストのため2万人に減少している。数多くの学校が生まれ、ヨーロッパ規模の文化的な活動が展開された。ベネツィアの支配はベネツィア共和国の終焉まで続いた。ナポレオン・ボナパルトがイタリアに侵攻し、ベネツィア共和国が滅びると、ベローナはフランスの支配下に置かれることになった。1797年によりオーストリア領となり、 ウィーン体制下でもオーストリアの支配が続いた。1822年にはこの都市で五国同盟の会議が開催され、スペイン立憲革命に対する軍事介入が確認された。イギリスは反対。1866年、イタリア王国領となった。市街地では、クアルティエーレ、クワーティーク、郊外では、フラツヨーネ、分離集落の 合わせて二十三の地区に分けられる。ベローナ市は以下の八つの行政区に分けられている。エルベ広場やシニョーリ広場を中心とする旧市街一帯は世界遺産にベローナ市街として登録されている。中世の街並みにローマ遺跡が残り、ベローナ円形闘技場が代表格である。この円形闘技場では毎年七月から九月にかけ野外オペラ、アレナディ、 ベローナ音楽祭が上演される。また、シェイクスピアのロミオとジュリエットの舞台であり、映画や舞台でおなじみのバルコニーは観光名所となっている。ここは、と呼ばれており、館内には当時の家具や日用品が展示されている。前提には、ジュリエッタの像もある。他には、スカラケの廟、ジュリエッタの墓、ローマ劇場、考古学博物館などがある。 ここをエラスベローナ FC と AC キエーボベローナが小規模のクラブながら同じ地域に2つのサッカークラブが存在する。スタジアムは両チームともスタディオマルカントニオベンテゴディを使用している。1903年に創設されたエラスベローナは昇格と降格を繰り返しているが1984から1985シーズンにセリエ A 優勝を果たしている。 1929年に創設されたキエーボ・ベローナは2000年代まではセリエ b より下のカテゴリーで活動していたが、それ以降はセリエ AA に定着し2004から2005シーズンにおいて UEFA チャンピオンリーグ出場権を獲得するなどの好成績を挙げた。1999年と2004年の2回にわたって、 自転車ロードレース世界選手権が開催されている。以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。が、市外の約12キロメートル南西にある。空港の主要部はヴィンラ・フランカディ・ベローナにあり、敷地の一部がベローナ地域に含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。